名古屋で手羽先100本食べろで辛めだイベントで名古屋にやってきたんだけど、台風の影響でイベントが中止に。その節は楽しみにしてくださった皆様申し訳ございません。申し訳ございませんでした。荷物をいろいろと運んでたりとか、名古屋には来ないとダメだったので、室内でできることをやろう。今回はですね、名古屋のクーライボーさんご協力いただいてお貸しいただきました。この場所をありがとうございます。ありがとうございます。クロ、初めて見たよ100本の川崎を。今回は100本食べきれなかったら一生名古屋から帰れません。よし、名古屋に永住。永住しない永住しない。なんでよしって言っちゃうの。そこはやだよ。だからやだと思わないよ。早速食べませんか。余裕でしょ。まあ余裕じゃないですか。いけるポイントその1、おいしい。おいしいで、2人で100本だから1人50本食べないと意外といけんじゃね。全然いけるんじゃないかなと。早速ではいただきます。さあ行くぞ。さあ今回になりました。1本お、うん、うまい。あ、普通にこうやって食っちゃった。こうやって食う食い方ありますよね。名古屋の手羽先の食べ方、これをそのままあんぐい。で、あ、あ、食欲、であとはスーちゃん魅力。私もう見えましたね、この戦い。普通か、軟骨部があるじゃないですか、うん、あそこと顎の戦いになれます。きっとちょっと私先を見据えてこのグイッて食べ方封印します。なんで顎に極力負担を生かせない。ガブってやったよ、オラーって言ったらこの後50回できるかなって不安になっちゃった。なるほど。フードファイターの風上にそっと立つ男。立ってないだろ。数えてます。何本だっけ。おーい、6、4、わかった。アイボンでちょんってカウントアップしていけばいいんだ。そうだ、正確に数えよう。9、あれ、あれ9しかねえ。なんで7、8、9、あれ10食べたつもりが9しか食べてない。謎。10本達成とか言って9だった9だった9だった。数も数えられなくなっちゃう。このようにちょっとカウントアップして食べていきます。手羽先って揚げ物じゃないですか。にもかかわらず意外とそんなに脂っこくないの。めっちゃもぐもぐしてるやん。ワンコ手羽先とかないのかな。リズム悪いんじゃないですか。あーちょっと待って、今ちょっと待って、落ちたかどうか分かんなくなっちゃった。ちょっとワンコの話。私が正確に言わせてるから。私が正確に言わせてるから。順本食った。今ふと押したけどダメになっちゃった。バカすぎるんだよ。危ねえ。ここに置いたら押せばいいんだよ。そうするよ。ちょっともう一回数えよう。バカか。もう話しかけるから。もう9、12本食ってるのにカウントは10のまま。2回も押してね。21。私が21歳の頃、まあ働いていたでしょうね。はい。大して数字の取れない営業マンをやっていたんじゃないかと。なんか話があるわけじゃねえの。あーちょっと、え。は、いや、大丈夫大丈夫。今24だけど余裕だよ。むしろビール飲みてえなぐらい持ってきた。30か40行ってゴール見えてきたら私ビール行きてえな。26。20本行きました。私が26で20じゃないですか、うん、ほぼ半分にもかかわらずまだまだ多いな。うわー、手羽先上から見るか下から見るか。僕は上から。私は下から。ドラギノールじゃねえか。ちょ、メニュー見ていいかな。ビール飲みたいんですよ。飲んだ方がいいだろ。できってないのに。まだもう全然余裕。あ、ダメだ。私思い出した。余裕だと思ってたのにある1秒を境にバーンってくるんだ私。なんでそれ知ってんのに。自分の限界を知らない子供みたい。もっと食べれるよ。おかわりおかわり。はい、おかわりよ。もういらない。ハンバーグ、ハンバーグもっと食べたいって言ったじゃない。ほら、いっぱい作ったわよ。もうお腹いっぱい。うちも食べれない。お父さん食べて。なる、ダメだ。この話をした瞬間に私がちょっとイメージしてしまった。ああ、最悪だ。めっちゃ余裕だったのに。今押したっけ。ただいま34本。次が35本目。これを記念して。ジンパーン。ビールを一つください。すいません。なんで、え、僕2月27日生まれなんで。ビールください。えー、嘘。あ、やっぱレモンサワーください。おー、ビール来た。あー、あー、お待たせしました。なんだなんだ、待って待って。ねー。かわいい。皆さん、そんな風ライブをよろしくお願いします。いえ、乾杯。ラス、素晴らしい。うん。あー、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 飲みすぎるわよ。早く食べよう。舐めてました俺。え、揚げ物いっぱい食べれないんですよ。大きめのとんかつ1枚とか結構いっぱい。そうだよね、きついなってなっちゃうんですよ。そうですね、フライ系に弱いんですよ。
フライト以外だったら何でもござるなんですけど。なるほど。何本か分かんなかった。1,2,3,4 ダブルくだり何回やるんだよ。レイアウト崩していいんじゃない、成立させれば。崩しましょう。正確に数えることにしました。25,30,32。私とリオナレさんを足すと66だから22。2カウントずれてる。だから俺ですよ。いや、ここは平等に1ずつ担当しよう。いや、じゃあまあ平等に、せーの。あ、ちょっと見やすくなりました。バラけさせました。ラスト40。ラスト40じゃねえよ。間違えた間違えた。ラスト10。追い上げてきてるね。その差5本。食えへんよ。俺はビール好きだ。食えよ。あー、びっくりした。数が合わない。44本。うまく44本。そして手先は。あれ、なぜなぜ奇数だ。66のはずだよ。1本足んねえぞ。だからどっちかが1本食ってるんですよね。じゃあ俺じゃないかな、これは。そう言い切れる。いや、わかんない。村井さんですか。わかんない。これ勝利の証だし、まだ飲むわけにいかん。私は今から行かない。なんでなんで。ここで証飲んだら絶対食えなくなるから。どっちかが1個を食べていいか。じゃんけんで勝った方が1カウントもらう。そうです。最初はグーじゃんけんポイ。あ、1カウントいただきます。あ、よし、ラストスパートいきましょう。私の飲ませる。いいっすよ。ビューティフルレッドソース。ちょっと待って。レッドスープ。ソースじゃねえ、ソースレッドスープ。うまー。あー、あー、人は名古屋に来たら一体何本の手羽先を食うんだろう。な、もう、いや、何も面白くねえぞ。全然面白くない。めっちゃ笑ってた。全然面白くない。50本。え、50本目。嘘、マジ。やったぞ。じゃあここは新しいよ。あー、うまこれ。食いましょうか。え、一本食いましょうか。さっきのカウント、俺のじゃんけんの負けたことで最後の一本一緒に食べて同時にゴールという素晴らしい映画。何の悪びれもなく。ありがとうございます。一緒に行こう。いい、まだちょっと口の中いっぱい。ちょっと待って、もうちょっと待って。よし、ファイナルバサー。バサーなの。一緒に食うんじゃねえよ。一緒か、一緒。我々と手羽先のラスト一本いくぞ。スリル。ごちそうさまでした。というわけで名古屋で手羽先100本含むまで帰れません。無事100本完食。帰るぞ、帰る。皆さんも名古屋来た際はドライボーさんで手羽先食べてみてください。最高、めっちゃうまいっす。ここ何店さんですか。西見駅店。今回ご協力いただいたのはどこだっけ。だ、私が言う。今回ご協力いただいたのはフライボーの西見駅店。ゲットスタンド伏見駅店さんでした。ぜひ皆さんも行ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白かったらぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。他のチャンネルもありますのでぜひ見てください。さよなら。